はい、どうもこんばんは、あ、こんにちは。やってみようと思いますが、目の前にゾンビ、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 ゾンビ。はい、というわけでスタートでございます。見て。このワールド初めてどれぐらいですか、平さん。このワールド初めてから。なるほど。なんでそんなにいっぱいゾンビいんの。はい、というわけで、ここからは、後付けで声を入れてみます。今回は YouTube の勉強会なんですけれども、ちょっと番外編ということでね、YouTube の中で流行っているマインクラフト、これを取り上げております。参加者の方たちでもマインクラフト購入してやってみたいという方がいたので、今回は、番外編という感じでみんなでマインクラフトやってますね。購入した平さんのワールドに入っています。さて、というわけでね、まず、もうすでにこのぐらいの深さにチェストとか作業台を作ってあるということなので、はい、降りてきました。さて、で、深さがここが今、はい、ここよりもう一つ下ぐらい、はい、ちょうどね、深さ11ぐらいの深さで掘っていると、まあいろいろな素材が出やすいので、僕は深さ11ぐらいで掘っていることを勧めています。で、ちょうどね、この掘り方も、いろんな呼び方あるんですけれども、基本的に迷子にならないためですね。今上から降りてきた道があるじゃないですか。必ずこの道に戻れるように、この道に対して90度の角度で、横に道を掘っていきます。はい、F3 を押すと座標が出てくるので、この座標をね、時々チェックしながら、道を掘っていくといいですよ。はい、で、今、こうやって90度の角度で、横に道を作っております。この道がね、ある程度の距離になったら、この道作るのをやめて、また元の道に戻って、そこから、3ブロックとか2ブロックとか、横にずれて、また同じように道を掘り始める。つまり真ん中にメインとなる道があって、その道の両脇とかにですね、こうやって、資源を取る穴を掘っていくっていうやり方をしていくとね、迷子になりにくいんですね。とにかくね、地下で迷子になっちゃうといつまでも出てこれないとか大変なことになっちゃうんで、はい、あとね、今真っ暗になり始めたじゃないですか。はい、松明必要なんです。で、松明を作るためには明かりとなる松明ですね、これを手に入れるためにね、木炭か石炭がいるんです。で、はい、石炭が見つからずにすごい今困り果てています。どうしようかな。とりあえず、ここにかまどがあるので、このかまどで木炭を作っちゃおうと思います。はい、木を燃やすことで、はい、木炭を作ることができます。はい、できました。で、この木炭と木の棒、これを組み合わせることでね、こういう配置でおくことで、松明を4本作ることができるんですね。で、今ちょっと奥の方には平さんが松明つけてくれたんで、ちょっと明るくなりましたね。ただ相変わらず石しか出てこない。おっ、はい、左側に出てきました。これ鉄ブロックです。で、これをね、あ、しまった、ツルハシ壊してる。ちょっとツルハシ作ってきますね。これ作るのもこの作業台で作んなきゃいけないです。木の棒、これを縦に並べて、で、とりあえず石のツルハシを作るので、はい、こうやって横に3つ並べます。で、今回ツルハシを2つ作りました。はい、で、このツルハシを持って、この鉄ブロック、これを破壊することで、鉄の素材です。鉄の原料化を手に入れることができます。で、この手に入れた鉄のね、原料をかまどで燃やすと、はい、鉄を手に入れることができるんですね。で、鉄を持っていると、はい、鉄でいろいろな道具を作ることができるんです。で、今持ってるね、石のツルハシ、この石のツルハシよりも鉄のツルハシの方が効率よく掘れるので、もう道具系はね、なるべく早いうちに鉄に切り替えておいた方がいいですね。
で鉄より強いのは強いというか効率いいのはもうダイヤになってる。でダイヤがねなかなか手に入らないんですね。ただダイヤを手に入れるにもやはりあの鉄のツルハシでないと手に入れることができないので、はい、今のうちにこうやって鉄を手に入れて鉄の道具を作っておくといいです。今度出てきたのがねレッドストーン、はい、レッドストーンを手に入れるとレッドストーン回路という、まあ、いろんな仕組みを作ることができるんですね。ただあの序盤ではまだレッドストーン使わないので、まあ、こういうものもあるんだなっていうぐらいで認識しておくといいです。はい、でただねこうやって石のツルハシではこのレッドストーン叩いてもレッドストーン石を入手することができません。これを入手することができるのは鉄のツルハシでレッドストーンのブロックを壊した時だけです。あとダイヤもね。さてなかなか石炭が見つからないのでちょっと一旦上に戻ろうと思いますね。今回画面に出てこないんですけど亀島さんがね上の方で石炭を探してくれてるんですね。後々この石炭がものすごく役に立ち始めます。とりあえず今回は、ちょっといっぱいね録画したんですけれども、これ分割して紹介していこうと思います。なので今回はねこの辺で終わりにしていこうと思いますけれども、とにかくね、この後何本シリーズかで今回のこのマインクラフトの勉強会の様子を紹介していこうと思います。これからの紹介もぜひお楽しみに。そしてよかったらですねチャンネル登録お願いします。はいね、チャンネル登録と高評価が増えると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた。